はようございます。シンです。今回の旅グルメ北海道は日本最北端の稚内へ2泊3日の男一人旅、日本海のオロロンラインを北上します。
ホタテ焼き。
りました。
部屋に戻って部屋飲みです。セコマで買ったベルギービールは安くてうまい。明日は雨が上がることを願いつつ酒を飲む。明日があるから今日は早く寝ます。本日の旅グルメ北海道はここで終わります。おやすみなさい。北海道をドライブしながら絶景に美味しいグルメを紹介しています。楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。